ルナン・ルベン・ガブリエル戦は、ノルウェー・オップラン県デナ出身のサッカー選手。リーグ・ドゥ・トゥールーズ FC 所属。ポジションは DF。2007年に、SK ・ユービクリンと契約し、翌年株リーグながら16歳で、プロデビュー。2009年に、リールストロム SK に移籍。同年4月4日のオーレスミ FK 戦で、当時リーグ最年少となる17歳25日の、 若さでエリテセリエン初出場。2011年シーズンにより出場機会が増え、同年シーズンにプロ初ゴールを決めた。2014年7月、モルデ FK と契約。加入後最終ラインの中心を任され、同年シーズンのリーグ優勝に貢献。さらに国内カップ戦ノルウェーカップも優勝し、二冠王を達成。2019年シーズンもリーグ優勝を果たした。 2019年12月23日、トゥールーズ FC と3年契約を締結。日本のサッカーメディアでは、小次元のライバルと紹介されたものの、チームの低迷と共に不信気味だったマサコは後にガンバ大阪に移籍。そのマサコと入れ替わる形で加入したガブリエル戦は、即先発に定着したものの、それまでの悪い流れを変えることはできず。 2019から20シーズンリーグワン再開に終わり、2部降格。2年目の2020から21シーズンは、チームキャプテンを任された。2007年から各ユース世代のノルウェー代表に随時、招集しかし、フル代表には縁がなく、2020年9月の UEFA、ネーションズリーグに初招集。11月にも招集され、18日のオーストリア戦で、 フル代表デビューを果たした。ありがとうございます。